スパイギアは案件泥棒だよ。なんだよその言い方。こっちの方が有名だから俺が紹介しててもあいつに案件が行くの。やめてくれよその言い方。案件泥棒らしい。前に。ちょっと待って、なんかさ、一回ファイナルで刺さなかったら、ね、この仕打ちなの。やばくねこのおじさん。マジめんどくせんだけど。前に、ケンキ主導で、俺とスパイギアとケンキで、ファイナルズやろうぜってケンキから誘いが来てやったんだよね。で、その後、なんか配信パーって見たら、スモモン、スパイギア、ケンキでファイナルズ。違うって、これスモモンから指導だったんだよ。ダスクアウト、スモモンいいんですかってなったわけ。めんどくせえ。マジでめんどくせえ。それに物申そうとして焼肉呼んだら、まあ、物申そうしたら、マジでめんどくせえ。あれなんかね、スモモンがファイナルやりたくてなんか集めたんだって。そうだよ。だからスモモンが悪い。え、スモモンせえってこと。やべえ、めっちゃあの化け物めっちゃ老害じゃん。めっちゃ老害なってんじゃんこれ。前にケンキ主導で俺とスパイギアとケンキでファイナルズやろうぜ。この一回やんなかったらこれですか。めちゃくちゃ言われるじゃん俺、一回やんなかっただけで。割と俺ダスクさん誘ってる方っすけどね。多分ダスクさんの周りからしたら俺結構誘ってる方っすよマジで。ダスクさんでも、打足さんね、返信返ってこねえもん。マジで。結構返ってこない。結構誘ってる方だと思うけどな、俺。冗談だけど、あの言われようですか。案件泥棒まで言われちゃいますか、俺。なるほどっすね。じゃあ俺今度案件来たら、ちょっと俺にはまだ早すぎるんで、ちょっと、打足さんを、ぜひお願いしますっていう風に言えばいいってことですね。俺にはまだ早かったです。俺よりももう少し適任の方がいますっていう風に言えばいいと。打足さんを通さないといけないですよ。なんで俺さ、昔から FPS で別に世話になってない打足さん通さなきゃいけないんだっていうか、打足さんもそもそもあれだよな、歌い手なんだよな。なんで俺打足さん通さなきゃいけないんだ。なんか昔から世話になってるわけでもないのに。今思えば